しやがれ。アニプレックスネクスト。今回はアジアを中心に大人気のアニメ魔導阻止をご紹介。そしていつでも。もう前野さん絶対それ言ったことあるやつでしょ。茅野さんも大興奮の一言が飛び出します。アニプレックスネクストスタート。まあ、早速ですがお気づきかもしれないんですが、はい、私海外出身なんですけど、お二人は海外旅行とかって行かれたことありますか？それこそ前野さんと初めて差し飲みしたのは海外でしたよ。ロサンゼルス空港ですね。そう、しかも私の出身地じゃないですか。天の声さんはロサンゼルス出身なんですか？天の声もロサンゼルス。天の声も、もロサンゼルスですね。ロスなんですね。どうでしたか差し飲みは？いや差し飲みはあの前日めちゃくちゃ暑かったんですよ。ロスが44度とかある日で、お仕事が終わって観光がてらあのビーチの方にもね行かせていただいたんですけど、僕はあの非常にあの侮ってまして日焼け止めを塗らずに僕は歩いてしまいました。だから顔真っ赤だったんですね。いやもうロスの日差しにやられましたね。もう顔真っ赤に。普段あんまり日本で焼けないんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、それはあれです、あのカヤナさんと飲んだ時にすぐ顔が赤くなってしまったための言い訳。いやでもそれももしかしたらもしかしたらそれもあったかな。まだ飲む前からマリオさん赤くなって。今回はそんな2人にご紹介するのはアジアが熱狂するアニメシリーズがついに日本語吹き替え版で登場です。お緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが話題を呼び、世界でシリーズ累計110億回再生超えの大ヒットファンタジー魔導阻止がついに日本上陸。そこで魔導阻止の激推しポイントをご紹介。それは魅力的なキャラクター。木村良平さん演じる主人公ウェイ・ウーシェン。ワンジランワンジ。普段は自由奔放なキャラなのに、戦闘になるとゾンビを笛で操っちゃうギャップがたまりません。そして彼と強い絆で結ばれた友が橘慎之介さん演じるラン・ワンジ。主人公ウェイ・ウーシェンと対照的に冷静沈着。くだらん。そして琴を使ってゾンビを倒す様はまさにビューティフォー。さらに緑川光さん、梶裕貴さん、花江夏樹さんなど豪華キャストが個性あふれるキャラクターを演じます。アニメ魔導阻止1月10日から放送スタート。うーん、いいですね。なんかサリちゃんがすごい、天の声さんが、ね、天の声はイケメンキャラが大好きなので、まあイケメンキャラ嫌いな人いないでしょうからね。そうだね。茅野さんは主人公ウェイ・ウーシェンと親友ラン・ワンジ、どちらが好みですか？ゾンビを笛で操る人か、ゾンビを琴で倒す人かってこと？うわ、そうなりますね。操る方かな。操りますか？操ってみたい。あ、そういう話じゃないですね。あ、でもそういう話にも含まれている、うん、いやでもね、どちらもねすごく魅力的だなと思うんですけど、うん、前野さんはどうですか？僕多分オーディションを受けさせていただくんだとしたらランワンジーですね。あ、うん、かっこいいですね、うん、ちなみに、はい、あの天の声、あ、そらちゃんはどうなの？あ、天の声さんはどうなの？どっちがどういう、どういうタイプが好きなんですか？選べないですよ。見てから決めさせていただきます。見てから、見てから魔導阻止には数々のイケメンキャラクターが登場するということで、はい、こんな企画をご用意しちゃいました。題して、即興イケボバトル。何を言ってんだ。天の声なんかご乱心ですけど、ね、うん、即興イケボバトルのルール説明します。ひらがなが書かれているカードを引いてもらい、出てきた文字から始まるイケボを即興で答えていただきます。より判定員の私に刺さるイケボを言えた方の勝利です。どこだ。
そもそもイケボって一体何なのか未だに僕も分かってませんからね。でももう前野さんがいたら全部イケボになるじゃないですか。ちょっと待ってくれ。ほらもうすでにイケボが出てる。イケボがこれ出てる。ちょっとちょっと天の声さん、はい、ちょっと私結構不利だと思うんで、はい、イケボはイケボでも、うん、なんかイケボーヤとかじゃダメですか。イケボーヤいいですね。新しいジャンル出るから、ね、イケボーヤ。前野さんのイケボ対茅野さんのイケボーヤ対決、果たして勝利するのは。先行は前野さんから。え、何これ。はい、これはウーですか。おー、はい、では前野さんのイケボゼリフまで3、2、1、GO。 うんと俺のそばに寄れ、決して離れるんじゃないぞ。わー、いいじゃない。みたいなことですか。よく思いつきましたね。いや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 、すごくないですか。全然全然こういうのたくさんやってきてるんで、ね、すごいですけど。高校かやのさん、イケボーヤ。イケボーヤ、新しいジャンルで想像つかないんですけど。なんですか。歯です。歯。かやのさんのイケボーヤセリフまで3、2、1、GO。 母上、歯が痛いの。僕にチュッてして、痛いの痛いの飛んでけってしてくれる。いるいるいる、そういうのいる。接戦ですよこれ。いや、2回戦あってよかったです。よかったですか。ちょっと2回戦あるんだもんね。はい、どんどんハードルが上がっちゃいますね。はい、何なんですか前野さん。これはいいですかね。いい。前野さんのイケボゼリフまで3、2、1、GO。 いつでも俺たちは一緒だろ、たとえどんなに離れていてもな。もう前野さん絶対それ言ったことあるやつでしょ。もういいのか。このスタで言うかよ。言ったことない、言ったことない。いやでも僕には持ってないイケボーヤのジャンルは茅野さんにありますから。聞きました。タです。タ。茅野さんのイケボーヤまで3、2、1、GO。 たくさん僕のこと好きって言ってくれる。甘え上手やな。甘え上手やな。好きです。好きやな。天の声さんにもせっかくなんでなんかねやっていただこうじゃないかっていうような。すみません。I don't speak Japanese。 天の声こんなことする。あがで出てたんじゃない。あから始まる。ね、あから始まる。なんか今私頭真っ白です。では天の声さんのイケボゼリフまで3、2、1、9。明日世界が終わるとしても僕は君といたいな。結構こなれてますね。めっちゃ良かったですよ。良かったよ。天の声、天の声疲れ果てました。天の声がじゃあナンバーワンだよ。そうだよ。すごい、急な無茶ぶりにも答えてくれた。二人を超えるイケボが続々登場。魔導阻止は1月10日より放送スタート。お楽しみに。